今年9月からアメリカスタンフォード大学に進学予定で、現在若手選手の登竜門 MLB ドラフトリーグに参加中の佐々木麟太郎選手。日本時間昨日、トレントンサンダーの一員として5番 DH で先発出場。1点を追う4回、佐々木が見せた。野手の頭上を越えて、お見事、すごいですね。あんな場所に打ち込まれるのあまり見たことがありません。バックスクリーン直撃の特大ホームラン。この日の佐々木は3打数1安打1打点3本塁打でリーグトップに並んだ。